今日の動画遅くなってすいません。今日は嫁の希望ということで河津桜を見に、河津、そして伊豆、ね、あの爬虫類 の動物園があるんですけど、そこに行ってしまったので、ちょっと途中で金魚の動画を撮ることは不可能だったんですが、まあ早く帰ってきてと思ったんですけど、やっぱり河津桜の時期なんでちょっと道が混んでまして、思ったより時間がかかってしまいました。さて、今日の動画としてあげたいのは、まあ、金魚のライトですね。ちょっとあの質問もいただいたりしたので、その辺含めてちょっとお話ししたいと思うんですが、この間あの日曜日に金魚坂さんに行って、ちょっとある人たちとお話をさせていただいたのですが、まあ、その人たちってまあやっぱりあのいろいろ考えてる人たちで、あの単純に魚を飼う、爬虫類を飼うっていうところじゃなく、より快適に爬虫類たち、魚たち、金魚たちが元気に育つことができるような、そして健康に育つということができるように考えて、これからの世の中を変えていきたいと思っている人たちの集まりでした。で、中で話にまず出たんですが、ライトですよね。僕が蛍光灯を使う理由というのは、まあ、波長にあります。今蛍光灯にかなうような波長のライト、僕は出ていないと思っています。まあ、いいものはあると思うんですけどね。ただ蛍光灯ってすごいいいんですよね。このカバーがなかなか売ってないっていうところであれなんですけど、今鈴木製作所さん頑張って売ってますんで、通販だったりでね、買うこともできますんで、探している方は、であと地域によって 50Hz、60Hz で分かれるので、ますます分かりづらいっていうところあると思うんですけど、ね、安くて手軽っていうところではなく、ね、生き物のために一番いいものを選ぶ、そう考えるとね、こいつを僕が使うのが一番いいと思うんですよね。そして某有名爬虫類ショップの重機もこれだし、そういうところ結構あるんですよね。名だたる爬虫類屋さんがこれを使ってパワー UVB を使ってくれているという、すごい嬉しいっていうね。まあ、パワー UVB の話になってしまったので金魚の方とちょっとそれちゃうかもしれないですけど、僕は金魚でもパワー UVB 使ってます。で、ちょっと今ね、薬の治療で塩を入れたりしたんで、若干ここがリセットされつつある感じなんですが、魚自体の色は綺麗になってます。そして魚自体もちょっと病気がすごい心配だったんで塩を入れたんですけど、なんてことなく普通に大丈夫になって、今綺麗に魚自体も綺麗でいい感じで育ってるんで、入れなければよかったなっていうところですね。なんでこの調子でちょっとやっていきたいと思っていますので、一回ちょっとね、色が薄くなっちゃった子もいます。こいつなんかだいぶ薄くなっちゃいましたね。この子はなんか単調みたいな頭になって、尾っぽが赤くやなと思うんですけどね、残念な大阪ランチになってしまいました。まあ、形そこそこいいのでちょっと残そうかなとは思っています。という感じでね、これに続いてちょっと今餌の話をしたいと思ってるんですけど、その餌がちょっと近所で売ってないので、これはちょっと購入次第動画に上げたいと思っています。その餌を使うっていうことを僕も試してみようと思うんですけど、なぜその餌を使う必要性があるのかということも含めて、ちょっと次の動画でね、上げたいと思っています。それが本当はそれとこの話を一緒にしたかったんですけど、ちょっと金魚の餌買う暇がなかったんで、今日このままじゃ動画が出ないということで、急遽蛍光灯の話にしました。ね、蛍光灯だ、本当はね、日光に勝るものはないっていうことなんですけど、日光逆に強すぎちゃって当たると魚が焼けちゃったりとかね、熱くなってとかいろいろ問題もあると思うんで、そこら辺の調整っていうのはしていただかないといけないんで、まあ外で飼ってる人たちはそれでいいと思うんですが、室内で飼っている方たちですよね。で、特にこの僕が今この大阪ランチューの置いているところっていうのは、外の光っていうのは、まあ、直接ある程度明るいなっていう程度には当たるんですけど、直接当たっているっていう感じではないので、紫外線灯を併用しています。で、この紫外線灯っていうのはね、まあ、紫外線灯なんですけど、光自体は普通に当たってるのには柔らかいと思うんですよね。直線的じゃない、なんて尖ってないっていうんですかね、柔らかいっていう表現が僕は一番正しいのかなと思うんですけど、
そこを理解して、ね、あのやってる人っていうのは結構いるんですけど、じゃあそこにお金をかけてしっかりやってるっていう人が全部になってくれたら、ね、うちみたいなメーカーは、うん、安泰なんですけど、なかなかね、あの営業力もないところは棚にも置いてもらえなかったりするので難しいところなんですけどね。まあ、お客さんの声が強くなれば、ね、僕たちの、ね、あのみたいなの、なんていうんですかね、本物を作りたいというか、まあ、魚のため、生き物のためっていうメーカーっていうのはいっぱいありますんで、そこをちょっとね、強くできるように頑張っていけたらなと思っています。ちょっとこんな感じの動画になりましたが、餌の動画ちょっと早急に撮りたいと思っています。で、今回ランチューにも絡みがあるんで、ランチューの話って僕のところではほとんど大阪ランチューしか出てこないんですけど、ランチューの話っていうことが出るので、ちょっとランチューの人、ね、あの見てもらえるといいなと思うんですけど、まあ、それちょっと見てもらえるようなサムネを作れるようにちょっと頑張ってみますので、明日以降ちょっとよろしくお願いします。今日は動画遅くなってすいません。なるべく早くいつも上げれるように頑張ります。ありがとうございました。